はい、どうも皆さん、こちらだけじゃないです。ということで、今回は何をやるかと言いますとね、皆さん、今画面に映るこのスキンわかりますでしょうか？そう、こちら、大久保誠スキンです。はい、大久保誠、わー。なんでこのスキンにしてるのか？まあ、なんでいきなり大久保誠とか言い出したかと言いますとね、いろいろ事情があるんで、今回はね、とりあえず待ち行きながらね、詳しい説明していきたいと思います。ということで、やっていきましょう。ちなみにね、チャンネル登録者数10万人以上を目標としているので、よかったらチャンネル登録と高評価、そして続きをよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。ひとまず大久保スキンでフリーユリゴする。いや、今日一回もほとんどやってないことバレるって。こんなほほほほほ大久保誠スキンの中若干使い、あー大久保誠スキン若干使いにくいぞ。大久保誠が使ってるからこのスキンはちょっと使いにくいのかな。ほら、大久保誠使ってるからこのスキン使いにくいんだけど、えぐいって。ほら、いつも通り建築ができないもん、大久保のせいで。ちょっとみんな見て、この動画、俺さ、下打ちするわって動画僕あげたんすよ。そしたらね、コメント欄とかにもね、ちょっとみんなに高評価をしてば。最後 BGM に、いいね、ありがとう。俺の編集じゃないけど、いやマジで応援コメントすごいって嬉しすぎるんだけど、ガチでみんなコメント読んでるんでね。さあ、いたはず、途中でいたはず、あのガキあのおった、大久保チャンネルダゲジ俺とやろう。お前いくら大久保だからって怠慢はするよ。だいぶ前からね、なんか大久保誠とさ、怠慢しろみたいなコメントめちゃめちゃ来てて、賞味やりたくないけど、まあ、こいつから俺の動画にね、なんかコメントしに来てるんだったら別に、まあ、怠慢してやってもいいかな、みたいな感じだけど、ちょっと、どれか一つだけ見よう。どれか一つだけ寝るって、8時間も寝るで回してんだけど。フレンドなる、いや、フレンド。フレンドちょっと無理だね。お前、こいつ有名人ぶってまーお前、カッコつけてフレンドはちょっと受け付けないなとか言ってさ、お前、登録者3500人いるからって、カッコつけやがって。誰もお前とフレンドなんてなりたくねえんだよ。僕よりもかかってるから、お前とフレンドになりたいだけだ、バーッ。待って、やめて、おーだー、うるせえうるせえ、こいつ。ちょ、ダメだ。ポポエフロンが動画出してるから、大久保倒したいやつを知る。あ、こういうことやってんのか。うるせえ、お前。どれ？どこ？初めて大久保。というものが出てきたな。大久保が出てきたの、これじゃない？大久保誠ディグ、2ヶ月前か。見てみよう。嫌いのかな、今。そう。あと1名ですね。バーカ、弱えな、カズレ。今日は。なるほどね。ここから、大久保誠伝説がスタートしたとは。へぇー。で、ここでも。どんな違い？そりゃチャンネル登録者伸びるわさ。そりゃチャンネル登録者伸びるわ。こういう紹介のされ方してんだ。あ、俺に紹介されたキッズ、募集しまーす。次からスキンちゃんとやるわ、俺。ごめん、手加減しすぎたわ、ちょっと。なんか、普通に弱いかなと。こいつさ、そこまで煽ってなくね？知らんけど、俺動画、よく見てないからわかんない。わかんないんですけど。ね、皆さん、コメント欄で教えてください。大久保誠ってどんなやつなんっていうのね。マジでどんなやつなん？大久保誠って。よし、ちょっとね、今からね、この大久保、スキンを使ってちょっと一回だけ高性能やっていきましょう。ね、多分だけど、この動画絶対大久保見るから。うん、サムネ見て大久保見るから。毎日俺の動画チェックしてるらしいから。知らんけど。さ、今俺椅子使ってないんだよね。俺ソファーベッドでソファー、なんか長くさせたままやってるから、めちゃめちゃ猫背の状態でやって、めちゃめちゃやりにくいんだよね。うん、今日は撮影気分じゃないんですけど、あ、違う違う違う、そういうこと言っちゃダメだって。大久保誠だぞ、お前。俺が大久保誠っていうのはちょっと失敬だな。やだやだやだ。よし、お前、大久保誠に勝てると思ってんのか、お前。大間違いの極みだよ。ほいや。まあ、大久保誠の喧嘩ってやつはどうなるか思い知らせてよ。やべやべやべ、大久保誠建築下手すぎる。あ、違う。こんにちくしょう。わぁ。毎回この編集、この編集グッド、やばいって。こういう時はね、どうするかって。GG。よし、オッケー。FPS ドロップ半端ねえけどな。おい、大久保。ほら、この動画、大久保見てんだろ、どうせ。お前、俺に紹介されたいからって。俺の動画でコメントしてくんだよ。でもな、俺の視聴者が、
まあ、大久保と、まあ、対マンしてほしいんだったらお前と対マンしてやるよ。うん、ごめん、それは喋りながらの建築ってむずいな。そうよ、俺のリスナーが別に大久保となんて対マンしてほしくないって言ったらお前と対マンはしないぜ。ああ、でもね、この動画でお前、この動画で大久保コメントしてみろ。終わる。そして視聴者が、視聴者の半分以上が、まあ、大久保と対マンしてほしいって言ったら、まあ対マンを考えてやってもいい。たマジ思わないんだけど、ちょっと普通に負けそうだからさ、ちょっとタイマンモードにするわ。よいしょ、椅子に座ってやるか。なんだこいつ、いったメージ切ってやる。よーし、椅子に座った大久保誠には勝てねえよ。なんでこんな壁、やばい、マジで壁ってんだけど。こんちくしょう。若干うまめなのはなんだ。この人めっちゃ上取るんだけど。マジこの人上取りなんだけど。はい。はいはい、1HP 大久保にはかなわない。いけ、何こいつサブマン使ってんだよ。はい、はい、そしてイモリ、やべ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 、リロード、危ない危ない危ない。大久保頑張れ、大久保頑張れ。マジ一切大久保関係だけど、大久保頑張れ。大久保ナイス、大久保とりあえず大久保のこと俺のツイッターフォローしろ。うん、そして対話しよう。ドリマーはまあ大久保のこと俺のツイッターフォローして DM しろ。わかったな。じゃあな大久保。